よえ、極検出器及び、ファブ、A4 源を持つサーモキスとアバンディアルド MS。高速原子衝撃法は、質量分析において用いられる4化技術の一種で、ある。分析される材料は、マトリックスと呼ばれる不揮発性化学保護環境と混合され、真空化で、高エネルギー原子線を衝突させられる。原子は通常、アルゴンあるいは、キセノンといった、 不活性ガスが用いられる。一般的なマトリックスとしては、グリセロールや、チオグリセロール、3、ニトロベンジルアルコール、18クラウンマイナス6、エーテル、2、ニトロフェニルオクチルエーテル、スルホラン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミンがある。ファブ法は二次、イオン質量分析法や、プラズマ脱離質量分析法と似ている。ファブは、比較的ソフトな4化法であり、 第一に失われた部分のない MH で表されるプロトン化分子や MH といった脱プロトン化分子が生み出される。イオン化産物の性質はエレクトロスプレイイオン化やモルディと近い。ファブ法の実用化の最初の例はオリゴペプチドであるエフラペプチン D のアミノ酸配列の解明であった。エフラペプチン D は様々な非常に珍しいアミノ酸残機を含んでいた。ありがとうございます。